2023年9月24日、日曜日埼玉スーパーアリーナで開催された、ライジン44。写真、勝ち名乗りを受ける金原、がっくりと肩を落とすクレベル。盛り上がる観客大0試合フェザー級、66kg、5分 3R で、クレベル小池、盆栽柔術、に判定3対0で勝利した金原正則、リバーサルジム立川アルファが試合後インタビューに答えた。 やっと終わったな、という感想です、と話し始めた金原。勝利のポイントとして、タレタレと決まったから打撃か寝技を強化するではなく、MMA をコツコツとやって積み上げてきた。それが出たと思う。打撃で 1R しっかり当てられたことで、組で自分が優位に進められたと思っている。寝技、寝技という試合ではなかった。 1R に打撃を当てたことが 2R 以降の寝技につながったとする。また、1R にダウンしたっぽいんですよ、膝で。何をもらったか覚えてないんです。その時に、組に行ったらクレベルはギロチン、その展開になった時にトップゲームで勝負できると思いました。だからに、3R は自信を持って自分の強いところで勝負しようと。それでクレベルが突っ込んできたところで、 テイクダウンに行こうと思いました組んだ時に差を感じ取ったので 2R に絶対に突っ込んでくると思っていたからそれにテイクダウンを合わせようと 1R に行けると思ったとダウンした時に組んだことでこれは組み負けないと悟ったのだというさらに一番大きいのがクレベルにビビらないこと入場してからリングに上がるまで一貫して考えていたのは自分から手を出すということそれが右ボディ 僕、いつもフェースオフした時に目を合わせないんですが、昨日も今日もずっと目を見たんですよね。それは、この顎に当てるぞってずっと念じていて。右ボディからの左フックが当たったのはその念が通じたのだと思います。セコンドにも、自分が右ボディを打たなかったらビビってるってことだからって言っておきました。だから最初の打撃がポイントになる、自分から手を出したのが大きかったですね。 自分から手を出すことを考えていたと話した。完全に燃え尽きています。これが燃え尽き症候群かな。朝倉さんもそうですね、わら、という金原だが、ベルトを目指してやってきたわけじゃない。でも現実的にこの試合の勝者が次期挑戦者になるんじゃないかと言ってくれてたので、いただけるもんならいただきたい。自分がとって何か勇気を与えられたり、ジムのみんなが喜んでくれるものがベルトであるならば、 そこに向かってもう一回頑張ってみたいって気持ちはあります。と、大晦日での雷神フェザー級王座挑戦へ意欲を見せた。